文でございます。こんにちは、文と申すもので志望でございます。はい、今日はですね、ソフトが不要、パソコンの性能にも左右されない、要はパソコンを使わずに指一本で映像と音声を録画できる緩和サプライのゲーム&ビデオキャプチャーボックスを紹介します。これはですね、安いだけじゃなくて操作もね、めっちゃ簡単なんですよ。入力信号の種類は自動認識してくれるし、特にね、難しい設定なんかいらないので、パソコンが苦手な方でも大丈夫。はい、使い方としてはですね、外部機器からね、こういうね、HDMI などの映像音声を本体の入力につないで、データ保存用のね、USB ハードディスクにつなぐか、こうね、USB メモリを挿すか、こうね、SD カードを、こうやってね、挿しておけば、あとは、この、録画ボタンを押すだけ、指一本でデジタル録画して MP4 の動画ファイルに記録してくれるんです。これにはね、HDMI の出力もついているので、HDMI 入力端子のついたパソコンモニターや、デジタルテレビで映像と音声を確認しながら簡単に録画できるんですよ。ブンさんがこれを買ってからは、普段この自作の防音室で使っています。映像音声出力端子のついたビデオカメラはまだ持ってないんで、ノートパソコンに USB でウェブカメラをつないで、ノートパソコンのね、HDMI のね、出力をね、HDMI インにつないで、直接ね、この録画ボタンを押して、高画質で記録しています。リモコンでも操作できますけどね。これ使うとね、録画処理でパソコンの CPU に一切負荷がかからないんで、動画撮影のために中古で買ったブンさんのノートパソコンのように、低スペックなパソコンでも、1080p、フル HD サイズで1秒間に60コマ、フレームレート 60fps でも録画できるようになりました。ちなみにね、この今撮っている動画はこれじゃなくて、パソコンに入っているソフトで 720p HD サイズの 30fps で録画しています。CPU はね、Intel Core i5 の低スペックパソコンなんで、これが限界なんです。無理してね、高画質高フレームレートで撮るとしても、こんな感じでね。声が遅れて聞こえるよ。それからね、まあ、こんなゲーム機の画面をね、キャプチャーしてプレイ動画を録画するときにも使っています。これを使ってね、撮ったゲーム動画はまだ2本しか公開してないんですけどね。ブンちゃんのゲームチャンネルの最新の2本、ゼルダの伝説の最終回とポパイの録画にこれを使っています。それからゲームを録画するのも簡単です。そのままね、ゲームの映像音声出力を HDMI や、よいしょ、ここにね、アナログのケーブルでつないで、録画ボタンを押すだけ。パソコンは一切必要ありません。録画する映像と同時にね、ナレーションなどの声を入れたい場合はですね、ここに、3.5mm テレオミニジャックのマイク入力端子があるんで、ここにね、マイクのを挿して、マイクでね、喋れば同時に声を録音できます。マイクからね、自分の声以外の余計な音が入らないようにする場合は、この音声のラインアウトがあるんで、音声出力にイヤホンをね、挿してね、音を聞きながら喋ります。ただしね、このマイク入力から声を入れて同時録音した場合はですね、すべてがね、一つの動画ファイルにまとまってしまうので、後で自分の声だけを編集で大きくしたり小さくしたりとかはできません。ブンさんはそれが嫌なんで、ゲーム実況などをね、録画するときはですね、同時に自分の声だけ、これじゃなくてパソコン側で録音しながら別々に記録して、後で編集で音量のバランスを調整して合成しています。ちなみにね、変わった使い方としてはですね、パソコンにね、映ってる画面と音声をそのままね、こういう HDMI ケーブルでつないで、録画することもできますよ。このゲーム&ビデオキャプチャーボックスと組み合わせられる機器はですね、デジタル信号の HDMI、そしてね、一般的なアナログ信号の黄色のコンポジット映像と赤白の音声 LR、そして赤、緑、青のコンポーネント映像と赤白の音声 LR。これね、3つの入力系統が使えるので、それらの信号のどれかが出力できるパソコン、
スマートフォン、タブレット、ビデオカメラ、新旧のゲーム機、DVD、ブルーレイプレイヤー、アナログのビデオデッキなど、ほとんどの映像音声を指1本で MP4 動画ファイルとしてデジタル保存することができます。記録した動画データは USB メモリーでね、 SD カードの中にあるので、それを抜いてね、動画のファイル形式 MP4 に対応した、パソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ、DVD、ブルーレイプレイヤーなどで見ることができます。ただし映画やテレビ番組などね、デジタルコピーガードがかかっている映像音声は記録できません。アナログで出力すれば録画できますけどね。はい、それではね、試しにテスト録画してみましょう。若い人はもしかしたら見たことがないかもしれませんね。はい、このアナログのね、コンポジット出力で、レトロな VHS ビデオテープ。先に。ファミコンゲームの映像音声。この HDMI 出力で、Nintendo Switch の映像音声を録画してみますね。はい、それではね、セッティングしていきましょう。ミニ USB のタイプ B。今回は USB メモリーに保存しますので、やってみます。ちなみにリモコンです。まずはね、この VHS のビデオテープを録画しますので、はい、このビデオの裏のね、こっちが入力ですね。こっちが出力。コンポジットの映像の黄色をね、差し込んで、音声 LR ね、白、赤とね、ここから音声、ここから映像が出力されてきます。ね、これ、黄色とね、LR がこのビデオの出力で、ここに出てきます。これを AV インっていうのがありますんで、再生します。音声の LR ね、白と赤。で、映像ね、黄色イン。はい、これで入力の準備が整いました。ビデオから出たやつが、ここに入って録画してるわけですけどね、これじゃ映像確認できないんで HDMI アウトってのがありますんで、それをここに出して、この入ってきたアウトを HDMI にね変換してね、テレビで見ますんで、このテレビの、まあ、何箇所かついてるんですけどね、これ HDMI3 に差し込みましょうかね。ここにビデオキャプチャーのね、HDMI アウトを、この入力にね、HDMI インに差し込みます。はい、差し込みましたよ。これでね、この出力をテレビで確認することができます。はい、テレビ行きましょうか。はい、HDMI 3を入れたので、この HDMI に入力切り替えします。これとビデオの電源を入れます。スイッチ入ります。電源入りました。スイッチはついてないんです。はい、これでね、ビデオを録画する準備ができました。ビデオを撮ってみましょう。まずは電源オン。動くのかな？お、懐かしい。開いてんのかな？うわ、懐かしい。はい。なにこれ？その人と会った？っていうか、絶対会えない。熊本の人なんで。先月起きたメルトモ同士の自殺未遂。なんだこれ。福岡と名古屋に離れて住んでいた女子高生と中学生が悩みを打ち明けた。これいつのビデオか。2000年とか2001年とか。その辺のビデオやね。31歳の男性。そうです、これね、ワンタッチです。ここ押すだけ。それでは録画してみましょう。スイッチオン。メルトはい、今録画始まってます。録画になるとね、ここが赤くなります。今録画してますよ。音切れが。ここに集う人々が求めるのは純粋なメル友。撮れてんのかな。ホームページは神奈川県のある町、小さなアパートの一室で作られていた。運営するのは28歳の男性。まあ、多分大丈夫と思うんですけどね。まあ、後で確認してみましょう。はい、それでは。まあ、やっぱ、押せば。
オフにできます。文字でなんかコミュニケーションを取って会いたくなりませんか。僕はそんな思わないですけどね。はい、オフ。ファミコンのカセットマリオブラザーズを録画してみましょう。まず準備としまして、この映像と音声の出力ね、ちょっとこれはモノラルなんでね、映像、音声は1本しかないんですけど、ここにね、映像と音声を突っ込んで、やればね、この HDMI の出力がテレビに映っても、と繋がってますので、テレビに映りますんでね。で、HDMI さんにして、スイッチオン。ちょっと信号がちょっと違うからね、このテレビの方でちょっと、もう一回 HDMI さんにすれば、はい、すごい。あ、来た。はい、来ました。ちょっと音がうるさいな。はい。じゃ録画してみます。スイッチオン。3秒ぐらいね、かかりますんでね、タイムラグなんで。今、録画してますよ。録画してる映像がここに映ってるはずですよ。バッ！だからゲームなんかやってちゃダメ。はい、録画されてるはずです。スイッチオフ。はい、スイッチオフになりました。はい、続きまして任天堂スイッチ HDMI のねゲームですね。ちょっとデルダの伝説ブレスオブザワイルドを撮ってみましょう。これはね、 HDMI のゲームの出力をHDMI に入れるだけですね。接続するときはね、電源を落としてやった方がいいと思います。何でもね。はい、電源入りました。これで、映像が映るはずですよ。自動的にね、HDMI に変わりました。あれ？あ、コントローラー挿してんだ。コントローラー抜いて。はい、さあ、映れ。はい。あ、録画スイッチオン。はい。赤くなりました。撮れてるかな？撮れてるやつはここに映ってるはずです。撮れてるかな？うわ、懐かしい。もう操作方法忘れた。ああ、落ちた、落ちた、落ちた、なんか落ちてる。操作方法忘れた。操作方法忘れたよ。ああ。あれ？剣がない。どうやんの？やり方忘れた。うわ、綺麗な画面。ああ。あれ？あ、どうやって剣持つの？どうやって剣持つの？あれ、やり方忘れた。あ、あった。どうやんの？あ、こうか。ボタンか。あ、倒した。あ、取れてるかい？あ、壊れた。と、今から自殺しまーす。と、海でーす。海でーす。さようなら。はい。はい、オフ。はい。あ、違う。一応オフ。はい。はい、このようにゲーム&ビデオキャプチャーボックスがあれば、押し入れに眠っている VHS ビデオやパソコン、モバイル端末、カメラ、レトロゲーム機から最新ゲーム機まで、 AV 機器全般の映像音声を指一本で誰でも簡単にデジタルデータにして保存できてしまいます。
ちなみに VHS ビデオデッキのアナログテレビ信号は元々の映像が低画質の 480p SD サイズなので 1080p フル HD サイズでは記録できません。そのまま 480p の SD サイズで記録されます。それをフル HD サイズにしたかったら後から自分で動画編集ソフトで拡大するか、フリーの動画変換ソフトで無理やり 1080p に変換してやれば簡単にフル HD サイズにできます。それからもう一つ、1ファイルあたりに録画できるのは 2GB までということ。ただし録画中にファイル容量が 2GB を超えても録画は止まらずに自動的に別のファイル名で別ファイルとして保存されていきます。ファイル名は encode1.mp4 encode2.mp43,4,5,6,7 のように保存したファイルごとに数字が上がっていきます。要は録画時間が長くなるとファイルを分けて保存されるということですね。最大録画時間は画質や解像度によって大きく変わりますけど、1ファイルあたり10分から40分程度ではないでしょうか。ファイルが分割されてもね、編集でくっつければその話なのでどうってことなんですけどね。これ買った時はですね、Amazon にね、半額近いクーポンがついてたんですよ。めっちゃ安いラッキーと思ってね、急いで買ったんですけど、この動画のね、撮影時点で普通に半額で売ってるみたいですね。在庫は少ないみたいですけどね。はい、今日はこの辺にしておきます。このゲーム&ビデオキャプチャーボックスの詳細ページを、動画説明欄にリンクしておきましたので、お値段と興味がある方はAmazon のサイトで確認してみてくださいね。欲しい方は在庫が少ないのでお早めに、もし売り切れていたら諦めてください。はい、また次の動画でお会いしていただける方は今すぐチャンネル登録をお願いします。ほな、さいなら。